加藤師匠。加藤師匠は、江戸時代末期、幕末期の武士。福岡藩画郎。筑前金納刀資料閣。名は、三太郎。加藤彦継でのりしげと改めた。月形先蔵らと共に、金納派の中心人物として活躍した。文政十三年三月五日、1830年3月28日、福岡藩中老職の加藤家九代当主。 加藤徳優と即室の尾形ゆ香との間に生まれる。天保十一年、1840年に当園である、大老職の宮城黒岳からの養子だった加藤家十大当主の義系、加藤徳蔵黒田博士生が実家に復席して、宮城黒岳の家徳を継いだことで、当時十一歳の師匠がかか十一代目二千八百国の家を継ぎ、福岡藩の中老の暗い列に加えられる。 カエ六年、1853年7月、ロシアのエフィムプチャーチンが長崎に来航した際、長崎港警備を務めていた福岡藩は会議の末、藩主、黒田長博は、この重大局面を切り抜けられる者は師匠を置いて、他にないとして、師匠は判明を帯び、藩主約500人を率いて、長崎沿岸の警護に当たることになる。師匠は、 幕府外国奉行の川地と明に助力し、黒船の艦長たちの対応にあたる。水と墨を求める、相手側に対し、水のみを与え、開国を求める要求にも下手に出ることなく、厳然な態度で対応した。安政3年、1856年、司書は藩の失政に就任し、義兄の後押しもあり、尊老上位派の中心人物となる。源氏元年、 1864年7月、長崎でのロシア艦隊入港以来、外国の襲来を懸念していた司書は、以前に担当した製鉄事業で注目していた犬鳴谷に、有事の際に藩主をかくまう避難所の建設を提案。黒田長博もこれを承諾し、犬なきご別館の建設が始まる。その後、京都で起こった金門の変に際し、 福岡藩は、藩兵約500人を金利守護のため京都へ派遣することになり、師書がこれを率いて福岡を発したが、直後に第一次徴収政党が決まったため、派兵は中止となり、福岡に引き返した。11月、高杉晋作が筑前入りした際に、野村望む東にの住む平尾山荘で、月形千蔵、早川守高氏。 中村窓かふとしらと共に会合し、七郷の九州下りと、薩長両藩の融和などを話し合う。十二月、第一次長州政党に際し、司書ら勤労派は、黒田長広の命を受け、長州終戦にあたる。司書は、竹部武彦、月形先蔵、早川守高らを連れ、幕府軍の本陣があった、広島まで赴き、なるせたしごへと、 タミヤジョウンとに密かに接見し交渉した。その後、広島城の大広間にて、藩代表による作戦会議に参加し、薩摩藩の最後を吉之助と共に、総督、徳川吉勝に越見にした。司書は、藩主、長広が、総督にあてた、外国艦隊の脅威を前に、国内で戦っている時ではない、国防に専念すべしという新書を提出し、 現状を細かに説明した上で、今は、挙国一致をもって、外敵の襲来に得るべし、と進言した。その後も二人は、懲罰案や、情報案などの権威書を提示して交渉し、総督に、成長軍解散を決めさせることに成功する。成長軍解散の結果、長州藩の三家郎、国師親将、増田親世。 福原元の切腹のみで決着することとなり、必要以上の人命が失われることは避けられた。この結果に感激した師匠は宿舎に戻った時に、すめらみ国の者のの父は、いかなることをかきむべき、ただ身に持てる積心、真心を君と親と、二陣尽つくすまで、と畜前今世を書き留め、その場で二度歌った。またの能派はこの時、 長州にいた三条美,美ら御教を説得し、太財府の炎上院に移したことで、筑前太財府は、金納志士たちの滅下となり、坂本龍馬や中岡慎太郎も、太財府へ御教を見舞いに訪れてる。師匠たちは、西郷吉之助や高杉晋作と密談を行い、薩長同盟の実現に向けて活動し、福岡藩は、尊皇上位の急先鋒とされ、筑前金納党の知名度も、 飛躍的に上がることとなった。慶応元年、1865年2月11日、師書は、成長軍海兵の功績を生じられ、過労に昇進した。これは、義兄の針馬の後押しで実現したものであったが、藩内には賛否両論があり、砂漠派の三過労が、一斉辞任して対抗するなど対立が強まった。5月、畜前金納党は、 本敏に上位を進めようとする加藤派と、過激な行動を取る月型派に分かれて、内紛を起こすようになっており、暴走していた、金納党員が、秘書は優柔不断な藩主を遊兵し、長州終戦に奔走し、長州藩主、毛利隆ーと面識のある、黒田長近を擁立して、砂漠派を排除し実権を握ろうとしている。と言い回った。これまでの金納党の活躍を面白く思ってなかった。 砂漠派はこのことを聞き、加藤師匠を非難し、黒田長広に報告した。これに対して、加藤師匠も、黒田博士生と連名で、上下一致、人心一致はして、過激を抑え陰順を奮発することが慣用である。という内容の憲白書を提出したが、これに、黒田長広はこれに激怒して師匠は、過労の職を三ヶ月で罷免される。さらに幕府が、徴収再生党を決めたために、 金納派の終戦活動の功績が否定された結果、砂漠派が復権し、形勢が逆転となって、金納派弾圧の動きが強くなった。これにより、金納派140人余りが逮捕、監禁され、その中でも、加藤首相以下7名が切腹、月形千蔵以下14名が、マスケヤで残首、野村望東に以下15名が、流罪の大粛清に至る、お中の極、 慶応元年、1865年10月25日、天福寺にて切腹。京年36、君か、ためじんす赤心。真心今よりは、直お勝る武士の一年と辞世の苦を残した。福岡市博多区の小福寺の立中寺隣接神院に、墓がある。お中の5により、夫の師匠と兄の武部武彦を同時に亡くした妻の、安子は、その5病に倒れ、 師書の死から7ヶ月後、絶食の末に亡くなった。長男の健部と次男の大志郎は、藩から家徳を継ぐことを許されず、野村一之将を次女の婿養子に迎え、特攻と名を改めた。明治十年、1877年3月27日、健部はかつて師書と共に図った、西郷隆盛が起こした、西南戦争に呼応し、いとこである、 武部小四郎らと共に、福岡城を襲撃するために、平尾山にて挙兵し、福岡の変を起こした。福岡の変には大四郎と特攻も参加した。しかし官軍と警官隊に攻撃され、敗走した後に、小隊長だった、剣部は捕らえられ、残罪に処され、大四郎と特攻も逮捕された。その後、大四郎は釈放されたが、特攻は、獄中で病死した。 父親、加藤特有は、教育に厳格であり、6歳で初めて書を読み、7歳から部を学んだ。成長するにつれ文部両道に磨きがかかり、周りから将来を職望させられていたという。師匠は、力が強く、相撲においては、班内で誰もかなわなかったとされており、武術は、剣術や創術のみならず、休日や馬術も堪能であった。また師匠は、 非常に負けず嫌いでもあったとされている。獣心中の若者たちが集まって、ろうそくの火を5番で消せるかどうかを話していた時に、師匠は何も言わず、帰宅後に一睡もせずに、5番でろうそくの火を消す練習をした。後日、話していた重心たちを自宅へ呼んで、5番でろうそくの火を消してみせた。一同は、師匠の腕力の強さに驚嘆するよりも、その負けず嫌いの強さに驚嘆したという。 他にも捕魚の術を全く知らなかった師匠は、網打ちに出かけても自分は打たずに漁師が取ったものをもらっていたが、ここでも網打ちのうまい下手の話になり、網打ちができない師匠は黙って聞いてた。そして師匠は帰宅後、家人が寝静まった後に庭を海と見立てて、縁側で網打ちの稽古を夜な夜な続けた。そして休日に網打ちの自慢していた重心たちと海に出た。 核自毛を打ちながら、司書殿は網を打てぬで、お気の毒と言われた師書は立ち上がり、手さばきも鮮やかに網を打ち、その網の中は大量だったという。網打ちができないと笑った一同は驚いて、理由を聞くと、毎晩網打ちの稽古をしていたと聞かされ、改めて負けず嫌いな性格に強嘆した。また師書は、非常に大食いであったとされる。礼節を尊ぶ茶席の懐石料理は好まず、 食材がたくさん入った鍋料理を好んでいた。ある時に、次女の実家に立ち寄った際に合鴨三羽入った煮物を、悠ゆ々うゆうと平らだという。また、金王党の同志であり、長女の夫の河井茂山の家を訪ねた際も、偽分のニラを平らげたという。長崎警備で、長崎に出張した際、長崎奉行は、 酒の席で最初に五合入りの酒を供したが、師匠は一気に飲み干した。武行はさらに八合入りの酒を差し向けるとこれも一気に飲み干した。最後に一生酒に入れて差し向けると辟易せずに、これを一気に飲み干した様を見て、武行や周りの人々は、師匠の大酒に驚いたとされている。師匠の家系である福岡半重心の加藤家の家祖は、 福岡半祖である黒田義孝が、有岡城の戦いで、荒木村重により有岡城に遊兵された際に、世話をして、救出の手引きをした有岡城老番の加藤重徳と、その長男、加藤義成である。重徳の家系は、摂津国の豪族の藤原北家都市人流、加藤市支流とされる伊丹市であり、有岡城、伊丹城落城後は、 ウッキタケや小西幸長の家臣となったが、関ヶ原の戦いの後に浪人を経て、福岡藩書大藩主、黒田長政に、父、吉高救出の功績が認められて、加藤家は代々重臣となった。なお、司書の義兄の徳造の実家である、南黒田家の祖、黒田一世は、重徳次男であり、吉成の実弟である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。